はいということで9月15日の放送いろんなコーナー,あーお送りしてますがお便りがありまして、えーまあ、お便りというかね僕の友達結構そのリアタイしてくれたりとか放送音源聞いてくれて感想をもらうことがいいんですけどえー、大悟さんのねメンタリスト大悟さんのホームレス発言ホームレスなんていらなくないですかみたいな話をした時に、まあ、僕がわりかしちょっと熱く <laughs> この番組で語ったんですけどまあその時に。 あのー、ああいう発言するのってお金の意味とか仕事の役割っていうのを考えてないからなんじゃないかっていう話をチラッとしてでもそれを話すとめっちゃ長くなるからやめときますみたいな話をしてそしたら、あのー、前回の放送を聞いてくれた友達が。 あれなんかダイ悟さんの発言した時になんかお金の話、次の週話すとか言ったのに、楽しみにしてたのに話してなかったじゃんみたいなこと言われて、あ、意外と楽しみにしてくれたんだみたいな感じなので、まあちょっと話そうかなということで、まあ冒頭でもね、たまたまこの9月15日っていうのが、まあリーマンショックが起こったところということで、まあ僕も金融業界で働いてたので、まああの、アフリカの話もし,たしましたけど、お金の意味ってずっと考えてきてて、 ですよで、まあ、お金って結構ね生活でも大事というか関わる部分が多いんでいろんな意見があると思うんですけどそれを聞いてるとまあお金が全てだよっていう人とか、まあ、お金持ちなんてクソっしょみたいなねそういう極論ももちろんあるのはそういうのはおろかなんかお金って大事だよねみたいな <laughs> このふわっと ととしたことの意見になっていててなんていうかただの綺れいごとでしか聞こえない時もあってなんか説得力がないなって思ってしまう時もあってでそういういろんなお金の意見に触れつつ僕も、えー、金融業界で働いてる時にお金の意味ってずっと考えてきたんですけど僕の中でお金の定義っていうのは一言で言うと、まあ、ビジネス風に結論から申し上げますとお金っていうのは、えー、他者依存の媒介です。他者依存の媒介 どういう意味だ <laughs> 全然わかんねえよって思うかもしれないんで、ちょっとお話したいんですけど、まあこれ、やっぱりさっきのね、あの、冒頭で話したその原子力研究した時に、訪れたアフリカでの不条理を目撃してから、お金の意味について考え出して、まあ金融業界で働いた時に常に考えてね、ヒントを探してたし、これはアラスカに訪れた時にも確定したし、コロナで再確認できたことなんだけど、お金ってのはね、他社以上の媒介。まあこれ、いろんな視点から言えることなんだけど、 一番わかりやすいことでまあ身近な例をとって話したいんだけどまあお金を払って野菜を買うときを考えましょう。で野菜買うときにお金払うじゃないですか当たり前のようなんですけどでもそれって当たり前じゃないよなっていうふうなのがずっと思ってたことでそれをまさに感じる田舎ならではのエピソードをこの前直面しましてなんかこうシェアしたいんですけどこの前ね あの僕今長野県の信濃町に移住して住んでるんだけど朝カーテンバッて開けたら僕んちって目の前に山がボーンって見えるんだけど天気がよくてもうねえ黒姫山とえ飯綱山がバーンって見えてうわーめっちゃいい天気じゃんと思ってもうすぐさまカメラをえー首にかけて散歩に出かけたんです。で散歩に出かけたらえっとまあ近所で。 えー、有名なスポットがあって,あのてっちゃん鉄道取りのカメラマンたちがブワーって人が集まってるようなところがあってそこもフラフラっといってうわすごいいい景色だなーって思ってたら一人ねいつもいっぱい人がいるんだけど一人だけおじ様がいて、えー、写真撮っててであ「こんにちは」なんて言ってて、まあ、僕もカメラ持ってたので多分親近感を持ってくれたのかなんかいろいろ話し始めて。で あなんかここら辺の方なのとかいう話をしててあそこら辺に住んでんですよって「あそうかい」みたいなで移住してきたんですよみたいな「ああそうなんだ」みたいな感じの話をしててでえお仕事をこちらでやってんのかいみたいなこと言って「まあどれだけのことを?」みたいないつもより冒険家とは言わずね。で まあ、まあ、食うのもなかなか難しいですけどね、みたいなことを話してたら、でもね、ここら辺だったら、まあ、あの、農家の人が野菜くれたりするから、なんか、まあ、食ってくれるでしょ、みたいな話をしてて <laughs>、まあ、そんな話をしつつ、で、えー、 ここってなんかいっぱい人いますけどなんか有名なとこなんですか?」みたいなこと言ったら「そうなんだよここねあのね一回全国版の、えー、時刻表の表紙に選ばれたことがあって10年前ぐらいって言ってたかな、えー、だからね結構それ以来徐々に口コミで有名になって人が来るんだよね」みたいな「言い過ぎて迷惑な時もあるけどね」みたいなこと言ってその方はまあ地元の方で、まあ、車で15分ぐらいのところに住んでる方なんですけど「あそうだ」って言って。 あのすぐそこに住んでるお父さんと僕友達だから紹介するよって言われて <laughs> 農家の方、ね、お父さんのとかに僕もなんか連れてってもらって <laughs> さっきここで会ったんだけどなん,かなんかすごいいいやつっぽいからちょっとねここら辺近所に引っ越し移住してきちゃって言うから「相手してやってよ」みたいなこと言われて <laughs> 紹介してもらってまあなんかさっきのなんか野菜のことを言ってたから紹介してくれたのかななんて思いつつ農家の方ねそしたらその人の。 野菜の収穫作業というかこう梱包しているところとかえそれを出荷するね道の駅だったり近所のスーパーに出荷するところまでトラックで一緒に連れてってもらって。その 新しく出会ったお父さんんとと農家のお父ささ僕二人きりですよさっきあった鉄ちゃん鉄道取りのお,お,おじさまは「じゃあ僕帰るからね」<laughs> って帰っちゃって <laughs> 初対面の二人ででもその農家のお父さんもすごいいい方でなんかいろいろ話しつつもともと軽井沢のあたり出身だとかいろいろ話しつつ、えー、まあ連れてってもらってで連れてってもらった後に「また来てくれなしね」みたいなこと言って。 野菜をね袋いっぱいにもらいまして本当にありがたいピーマンとかナスとかトマトとかいろいろもらいましてもう買ったらもうとんでもない金額になるぐらいの量をもらいまして本当にこんなことは田舎であるんだなと思ってその時もあったからまあ日本酒でも片手にまたえーねお礼しに行きたいななんていうふうにまた来てって言われたんでね思ってるんですけどまともかくそんなエピソードがありましてでまあよく言われるけど田舎って本当にそういうことがあって。 で日本のね生産される米のうち4分の1は25%もの量は市場に回ってないなんて言われるんですよね。でまあそれってどういうことかっていうと、まあ、農家の人同士の、まあぶね、こうやってあげたりなんだりとか農家の人自身が消費することに使われてるわけですよ。だからそういう僕が野菜回ったみたいにお金を返さない取引っていうのはいまだに日本でもあるわけです田舎行けばね。都会じゃ考えらられないけどだから 野菜も作ればお金なくても食ってきるわけですよ。で養老、まあ、ケシさんの「猫も老人も役立たずで結構」って本ここの放送でもご紹介しましたけどその中でも養老ケシさんが飼ってる猫がいて養老ケシさんは「猫に言わせれば人間働きすぎだ」と。で なんでそんな働くの?」って言ったら「食うためだから」って言うんだけど猫に言わせれば食うもんそこら中にあるよという話をしていてまさにそうだなと思っていて話に戻りますけどお金の定義ねお金っていうのは他者以上の媒介だって言いましたけどスーパーで野菜買う時お金必要ですよね。それはもちろん。でもそれはなんでお金が必要かっていうと自分で作れないからそれを他者に。 誰かに作ってもらって運んでもらうことに対しててお金を払ってるわけですよこうやってお金を通じて他者に、えー、依存しているというのが僕のお金に対しての見方です。でまあもともとお金っていうのはなかった中で、まあ、物々交換がなされていて人参とピーマンを交換するみたいなところから、えーねえー、お肉でもいいんだけどそれだと、まあ、腐ってしまうしえー 何々と何々が欲しいっていうこれ欲求のニーズって言いますけど、えそれが起こらなければえまあ交換できない。だからまあ物品交換になっていてえ腐りにくい貝とかがお金になっていったわけですよ。でまあこのお金の歴史もねこれ話せば長いし僕が次やりたいプロジェクトに大きく関わるんであのまあ今回やめときますけどえまあそういうところでえ交換 自分にできないことを他人に依存する媒体として進んでいったのがお金の歴史ですよ。まああの21世紀の貨幣論っていう非常に面白い本では譲渡することが可能な信用っていうのがお金の定義って言ってますけど僕の中ではお金の定義は他者依存の媒 もはや媒体ではなくね媒介であるんだっていうのが僕のテーマですけどこれはね、あのー、さっき話したアラスカの人々の生活を見て、えー、もう分かるんですけど彼らが自分で獲物を取る時そこにお金は発生しないしあるいはログハウスを自分で建てた時お金は圧倒的に少なくて済むんですよ。でそこに僕はたくましさを見いだしたんですよねお金はないけれどもっていうことです。たくましさを見いだしてでそれは直感的に多分そのたくましさを理解できたのは、えー、僕は山に登るからだと思っていて。 山に入るきね本当お金って無意味なんですよただの紙切れコインなんてあったら思いだけでほんまにいらんわけですで山に一旦入ったら重要なのは服食料ガステントってまあ一食住ですよでそれらはねもちろん僕がお金を通じて買えたものでえ決してく安くないものもありますで入山にもお金は必要なんて時代でお金はもちろん大事なんですけど重要なのは服とか食料とガステントっていう一食住のおアイテム、えー、を 使う術をね知らなかったら、えー、山では死にます本当に。で僕本当に山に、えー、はまりだしたのがもう冒頭でたまたま今日言ったけど、えー、働き出す前の、えー、大学院にいる時の終わりの時から本格的な高所登山っていうのはキリマンジャロが始まってシンガポールの金融機関で働いた時に世界中のモンブランだったり、えー、とアコンカグアっていうの登り始めたんだけどアコンカグア最初に行った時ね 金融経路で働いてたからお金もそこそこあったんだけどアカンコクアで初めて2週間を超える長期還付をしたわけですよその時にこれを痛感したやっぱり道具をお金いくらあっても道具衣食住に関わる道具を使う術を知らなかったらいかに人間脆いかとお金だけあってても山では生き残れんなとたくましさがないからそれなぜかっていうとお金を返して普段いろんなことに依存してるんだなっていうのを気づかされたわけです。 依存っていうのもキーワーワドでで <laughs> ちょっっと長くくないですす、まあ、短く話します依存ってものすごいキーワードで大事なんだけど、えー、っとこれ今、えー、お金っていうのは他社依存の媒介ですよってことを定義を言ってその定義の中に出てくる依存っていうのはどういうことかっていうのを話してます。でえー、っとお金を多く持つっていうのはそれを言い換えれば他社により多く依存するってことじゃないですか。でそれってまあ たくましさがないよねって僕は思うんだけれどもそのいなぜなら依存してるから。で依存っていうのは 僕がその大学院でやってた原子力とか電力そういう分野でも依存っていうのが進んでいたので非常に僕は馴染み深い分野なんだけどまあそういう依存してる状態っていうのがどういう状態を引き起こすかっていうのはあの原発3.11の福島事故っていうの学べる部分が多いと思っていて僕はその3.11を受けて何が起こってるんだっていうのを気になってまあ応用物理という学科から院に行くタイミングで原子力専攻に移ったんだけどまあいろんな文献を読んだりいろんな勉強したけどその中で。 まあ反原発理論って本があってこれ吉本隆明さんまあ劉って呼ばれてしまいますけど思想的には結構左手マルクス的なところがあってまあ転校したから一概には言えないんだけどまあ共同幻想論っていう全共党世代に熱狂的に支持された思想書があって党の物語とか法事記っていうのを分析してまあ機能ではなく幻想こそが国家を形成しますよって言ったような人。 でまあ、丸山雅夫さんとかでもバチバチやってたねあの僕も大学の時読みましたけど日本の思想を書いた思想家ですけれどもああいうあったですあそうなんだって言った人も興味を持ってくれた人もいるかもしれないですけどその人が書いた本で「まあ、反原発理論」っていうのはま遺作なのかなあって昔「反反核っていう本も書いていてつまり反「反 核に反対することに関して反対ですよって本を書いたんだけどこの「反原発理論」も同じような構造で「反原発に対して異論を述べます」っていう本でまあ趣旨からすると科学技術の進歩で止められないし止めるべきではないかにして「反原発っていうのはおかしいよね」っていうまあ原子力というものをフラットに見てることに僕は驚いたんですけど。 まあ要は問題は原子力そのものではなくえ僕は原子力への依存だったんだろうなっていうのがまあ原子力業界にいて感じたことですでまあ福島ああいう事故が起こっていろんな人が困ったわけですけどえああやってまあ 津波でね、えー、更地になってしまった町とか地域があってそこに、まあ、とある、まあ、通信会社がメガソーーラをを建てようっていうい話を出したわけですそれは、えー、こうやって大きな事故を起こしてしまった原子力からの、えー、脱却っていうのを象徴的な福祉の場でメガソーラーを作ることによって達成しようという趣旨だったんですけどその時に。 えー、とある地域住民の方々たちが立ち上がったのはどういうことを言ったかったと「いやいや僕たちはそれを認めません」って言ったんですよ。で僕たちは何をするかっていうと自分たちでソーラーをやって自分たちで電力を賄いますっていうような方向に動いた運動があって、まあ、それはどういうことかっていうと、えー、原子力であろうがメガソーラーであろうが大規模資本に依存していた構造こそ、えー、福島事故後の 彼ら自身が困ったという結果を生み出したんだというのは彼らの意見で、東電に依存してたその構造こそが原発事故に対して脆い地域の問題を引き起こしたんだよね。つまり依存こそが問題だったから自分たちでソーラーをやろうっていう発想になったわけで、まあこれまあ福島のことでしょうって思うかもしれないんだけど皆さんもそうだったと思います。電気そのものに依存してたいかに依存してたかの思い知らされたのがあの計画停電ね一時間。 電気が消えるだけだあんな困るんだと普段どれだけお金を返して電気を買って、えー、電気に依存してたかでこの複雑,され、えー、複雑に高度化された、えー、その焼き割れ分担が、えー、進んだこの文明社会ではその依存状態すらもお目に見えてなかったんだなっていうのを思い知らされたあと思うんですね。 長くなりましたが、えー、お金っていうのは他者依存の媒介ってことでその依存っていうものが進むと非常に危うい状態になるっていうのが福島原発事故からも分かるとでこれを踏まえるとお金が他者依存の媒介ってことなんでお金が全てって言ってる人まずお金に依存している非常に危険な状態もっと大事なことはこの大量にあるお金を介してより他者に依存してるわけです。 よりたくましさがなくなくってる状態で、まあいわゆる人間の本来の活動からかけ離れたところに行ってるんじゃないのかなっていうのが僕が危惧しているところで、まあ、難しいこと言ったけどあの映画の「パラサイトね」ねあれこの僕のこのラジオ番組の紹介しましたけどあれって。 あのお金持ちの家族と貧乏な家族があって貧乏な家族がお金持ちの家族に一人ずつ寄生していくパラサイトしていくからパラサイトって呼ばれてんだけどあののお金持ち家族って何もでできないでしょ奥さんって料理すら作れない何もできない買い物行く時にもついてきてもらわなきゃっていうぐらいの運転もしないつまり人間本来生きてていれば経験するようなことをほぼ手放している他者に依存してるんですよ。 あそれはあのお,お金持ち家族のお父さんもそうなんですけど。っていう具合にあれって貧乏家族はお金持ち家族に寄生してるパラサイトっていう意味もあるんだけどお金持ち家族がお金を返して貧乏家族に パラサイトしてる意味でもパラサイトだという風刺も聞いてると僕は思っていてそれはおそらくポン・ジュの監督は最初から意図していることだと思うんですけどもまあお金が全てって言ってる人はお金を介して他者にスーパー依存してる状態になっているしお金が全てっていうのはお金に埋もれてる人っていうのはまあたくましさがない。 ねえー、他者に依存して生かされてるって考えがないしお金すらその運とかね境遇によって得られてるものだって考えがないから結局おごりみたいなことがあって、まあ、メンタリスト DAIGO さんみたいな発言が出てくるんじゃないかなというふうに思ってるわけですよ。すごいね今日の放送奇跡的につながったね <laughs> もうノープランで言ってるけどなんとかつなげようっていう意識はありますから皆さん聞いてほしいんですがで、まあ、逆に、まあ、とはいえお金も大事だよねっていうのをほそう思うんですよ。でお金なんていらないって言ってる人も極論すぎて、まあ、さっきアラスカの人の生活紹介しましたけど完全自,自給自足なんて歌ってる人もいるけどそんなことありえない っっててていいうの僕も持っていて例えばそれを実現して農濃厚器具だったりハンティングに使う銃だったりプラスチックバケツこれって誰かが作ってくれたことでそれを依存せざるを得ないこところを無視してるわけですよ。で大事なのはやっぱり何をお金を返してお金を返して何に依存するか何を自分たちでやるかっていうその見極めが大事だと思っていて。 いると生活することやたくましさを持つことを手放してしまうんだろうなっていうのが思います。まあ、具体的にはま以、あ、上の部ちょっと具体的な話長くなるんで。ちなみに今日の放送も60分で終わるんですが、特別延長編。 ということでこのあとも放送お送りしたいと思いますのでお楽しみにしてください。まあ,あのお金の意味とか仕事の定義っていうところを聞かれたのでお金の意味っていうのは、えー、他者依存の媒介だよって話をしました。で他者依存の媒介っていうのがどういうところで聞いてくるかっていうところ「他者依存の媒介」っていうのを考えるとどういうふうに考えられるんだいいことがあるのかっていうことをこれから話したいと思いますが、えー、その前に本日の3曲目を言ってからその後に、えー、今日のお曲のテーマ発表したいと思いますので、えー、何のテーマか考えながら3曲目聴いていただきます。 だけら嬉しいです本日の3曲目は「えー、トッチ」でこれだけで十分なのに。